はい、こんにちは。ハイボールテニススケートボーディングのゆうたです。今週も週1やっていきたいと思います。で、先週はフィードバックだったので、フィードバックでね、教えてもらったことバーンってここに出しとくんですけども、先週でメイクがちょっと安定してきたかなっていうところがあるので、特に、テールヒットする時のテール足の置く位置ね、とあとはあの最後にあのマッティが教えてくれたテールを叩いてスッて着地する、これをギュッと凝縮させた方がいいよっていうことなんで、それで重点ポイントとしてやっていけたらと思います。じゃあ早速レッツゴはい、ということで自主練終わりました。めっちゃ疲れた。結局2時間半ぐらい練習してました今日は。で、マッティに言われたポイントを、しっかり抑えながら、自主練してたわけなんですけども、バチバチに最後の方はメイクできたんですけど、メイクできるまでにね2時間かかるっていうどんだけ長いウォーミングアップしてたって話なんですけど、そんな感じでしたと。で、やっぱ良かったなっていうのが、テールヒットをする時のテールに置く足の位置ですね。先週言われたフィードバック。で、これすごくしっかりもう一度ね、意識しだしてからバチバチにメイクができるようになったっていうのがありました。一つね。で、あと、やっぱりね、先週、トラック変えたんですよね。ベンチャーのトラックに。で、かなりね、アプローチが安定した。で、これは選手のフィードバックのところではないんですけども、アプローチが安定したっていうところに付随してるところで、オーリーに入る前に、しゃがみながら滑るっていうことなのかな。俺結構オーリー飛ぶ前に、しゃがんで飛んでっていうのが結構早いんですよ。それって多分今まではトラックの部分がね、弾性がいいトラックを使ってたっていうのがあったので、そういう感じになってたっていう話ではあるんですけども、それをね、直進性が優れてるベンチャーに変えたことによって、ぐらぐらしなくなったわけですよ。なんで、オーリーに入る前に、アプローチの段階で余裕を持って、滑る。座りながら滑ってる時間が少し増えたんですよね、体感の中で。安定して座りながら滑れるようになったんで、それがね、かなり大きかったです。メイクすることにおいて。なんで先週のフィードバックの話をまとめると、多分2点ですよね。トラック変えて、アプローチが安定したこと。と、あとテールヒットをするときの、足を弾くときの足を置く位置。この2点はかなり大きかったです。残りのね、フィードバックに関しても全然良かったかなっていうふうには思うんですけども、ただね、最後に先週マッティのフィードバックで言ってくれた、弾いて引っ張って着地するってやつはね、ちょっとまだね、難しかった。なんとなく意識して、これかなっていうのはあったんですけども、ちょっとまだ難しかったなっていうような印象でした。はい。で、結果的には今日、メイク9本できて、4本はちょっとね、怪しかったメイクなんですけど、ちょっと引っかかっちゃったりね、なんか微妙だなってメイクだったんですけど、5本はね、間違いなくねバチバチにメイクできたんで、そこはね超良かったかなっていう風には思います。はい。で、あとね、このね、週一企画に関しての内容なんですけど、ちょっとツイッターでもね、どうしようかなってつぶやいたところであるんですけど、フィードバックはすごくためになって、で、見てる人、オーリーを滑ってる人なんかも、ためになることを、お伝えできてるんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、この自主練ウィークって結局僕が滑ってるだけなんですよね。で、このフィードバックが良かった、悪かったっていうのは、もちろんフィードバックのフィードバックって感じで言えるんですけど、それね、まとめちゃっていいんじゃないかなっていうふうに思ってきたんです。毎週毎週練習をするっていうのは何ら変わらないんですけども、動画として出す。記事としても、
ブログの記事、ブログは結構ガチガチにやってるんで、ブログの記事としてももしかしたらね、フィードバックは一個としてしっかり出すんだけど、自主練ウィークはね、ちょっとねガシャってまとめちゃった方がいいんじゃないかなっていう風にちょっと思ってるところなんで、ちょっと今後ね、あのどうするか、あのマッティとナオ君と話し合って決めたいと思います。で、これね、なんでかっていうと、 YouTube やっぱりあのメインコンテンツがあるわけですよ。あの How to と、DIY と、あとはまあこの間挙げたルールのところですとか、そういったあのメインになるコンテンツってやっぱ編集がまあしっかりやっぱ大変なんですよね、結構やるのが。まあで、マッティがやってるんですけども、結構ね、週1はあのまあ滑って話してて型が決まってるんでパン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 上げられるんですけど、まあ、メインコンテンツやっぱそうじゃないってところがあるので、メインコンテンツが埋まっちゃうんですよね、週1ばっかりバババって出しちゃうと。なおかつ、まあ、まとめちゃってもいい内容なんじゃないかなっていうふうに思うから、もしかしたらね、ちょっと、まとめる可能性はあるんですけども、それに関しては、また、別途、お伝えできればっていうふうに思います。はい。だいぶちょっと汗がいて、仕組みかけてないんで、次パーマかけようと思うんで、テンパなんですけど。まあ、いっか。はい。ということで、今週の自主練は、メイク9本、できました。一応9本できました。で、かなり先週のフィードバックが聞いたところがあるので、ぜひ皆さん先週のフィードバックのところも、オーリーちょっと困ってるなって方なんかがいたら、ぜひ見てみてください。はい、以上、ハイボルテージスケートボーディングのゆうたでした。さよなら。あ、ツイッター、インスタグラム、ブログリンク貼っとくんで見てください。さよなら。